どうも皆さんこんにちは、福井の映像屋さんの木野です。本日はフォトショップを使ってシワもあるような T シャツの写真にイラストを自然に合成させる方法をご紹介させていただきたいと思います。 T シャツのデザインなどをしていきたいと考えている方にとってはプリントをする前に実際に着用している感じを確認できるので覚えていただけるととても役立つ技術になるんじゃないかなと思います。では今回はこちらのアンスプラッシュでダウンロードした女性の写真の白い T シャツの部分にこちらの猫のイラストを合成していこうと思います。ではまず猫を T シャツの中心あたりに持っていきましょう。そして Mac の方であればコマンド T、 Windows の方であればコントロール T で自由変形の状態にします。角度とサイズを少し調整しましょう。では次に女性の写真のレイヤーを選択します。多角形選択ツールを使ってイラストよりもちょっと広めの感じで合成させる T シャツの範囲を選択しましょう。このぐらいざっくりで大丈夫です。次に右クリックをしてコピーしてレイヤーを作成します。新しいレイヤーが出来上がりました。では猫と女性のレイヤーを一旦非表示にしてこの T シャツの部分だけの状態で一度 PSD ファイルとして保存をします。はい、保存が完了したらレイヤーの表示を元に戻しましょう。そして今度は猫のレイヤーを選択します。上部のフィルターの中の変形の中の置き換えを選択しましょう。水平比率と垂直比率は40ぐらいにしておいて置き換えマップデータは同一サイズに拡大縮小、未定義領域は端のピクセルを繰り返して埋めるを選択し、スマートオブジェクトにファイルデータを埋め込むにチェックを入れた状態で OK をクリックします。ファイル選択の画面が表示されますので先ほど作った PSD ファイルを選択しましょう。猫の形が T シャツのシワに合わせて変形しました。では最後の工程です。猫のレイヤーのこの空白の部分をダブルクリックしてレイヤースタイルを表示させます。描画モードを乗算に変更しましょう。はい、これでシワのある T シャツにイラストを合成することができました。より細かく微調整していくこともできますが、今回のような数クリックだけの作業でもここまで綺麗に合成することが可能です。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではフォトショップをはじめ動画制作やウェブ制作に役立つ初心者向けの情報を発信しております。もし取り上げてほしい内容などがございましたらコメントいただけますと幸いです。またチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。